日本の高等教育は大きく一条校とその他の学校に区分される。日本は高等教育機関への進学率が高く25から64歳人口の20%が S トレベルタイプ部、26%がタイピーの第3期の教育を終了している。文部科学省が所管する教育機関については以下の機関が高等教育機関として分類されている。また、 ユネスコの国際標準教育分類においても、それぞれ以下の通りに分類されている。これに加え、小庁大学校の大学改革支援、学位授与機構による認定過程も該当する。上記の高等教育機関のうち、一条項については、政令で定める機関ごとに、文部科学大臣認定の評価機関による評価を受ける必要があり、評価結果を公開しなければならない。 大学院に入学することのできるものは、大学を卒業したもの、または、これと同等以上の学力があると、文部科学大臣の定める基準で認められたものである。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、学士、修士、博士と同等以上の学力があると認められたものと、することができる。 関東の大卒立近畿の大卒立日本において大学は学術の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的としている。還元すれば大学教育の目的とは後半にわたる知識の獲得と処分野の専門的な教育研究を行うことで拡大。 進化した知見と柔軟な思考力を備えた知識人を育成することであると言える。この目的に照らして大学の内部は専門分野ごとに学部や学科、家庭などの教育研究組織に分かれている。教員と学生はそれら個々の教育研究組織に所属し教育研究活動を行う。ちなみに今日の日本における多くの大学教育の起源は 東京帝国大学を頂点とする西洋起源の教育が主流であるが、千葉工業大学や玉川大学のように、それまでの西洋起源の既存の大学とは異なる教育を行おうとする独自の教育理念を持つ大学も存在する。日本における大学入学資格は、文部科学省の定める中等教育修了者、もしくは高等学校卒業程度認定試験に、 合格したものなどである大学院重点科大学では、教員は、学部の専任教員ではなく、大学院の研究科の専任教員となる。大学院の研究科に変えて、教員の所属と学生の所属を分けている大学もある。また大学院のみの大学として、大学院大学も存在する。通信課程短期大学短期大学は、修行年限を2年。 または3年とする大学であり、その目的は、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生活に必要な能力を育成することである。高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。中学校卒業程度を入学資格とし、後期中等教育段階を包含する5年生の、 高等教育機関であり、終了した者は、純学士の称号を授与され、大学へ、編入学することができる。さらに、高等専門学校の専攻科に進学して2年間の、家庭を修了し、大学改革支援、学位授与機構の審査に合格した者には、学士の学位が授与され、大学院の修士課程へ入学することができる。高等学校等は、 後期中等教育を行うことを目的とするが、学校教育法第58条にて高等学校を根拠とし、精神な程度において特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的として専攻課を設置することができる。高等学校等の専攻課のうち、平成28年4月1日改正学校教育法により、修行年限が2年以上であることその他の文部。 科学大臣が定める基準を満たす専攻科の修了者は大学編入学が認められるとなったことにより基準を満たす高等学校等専攻科は短期大学専門学校と同等の高等教育機関とみなされたと考えうる専門学校は中等教育修了者に対して職業もしくは実際生活に必要な能力を育成しまたは 教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う1年以上の職業教育を施す教育施設であり、文部科学省の定める基準を満たし大学に編入学できる専門家庭は文部科学省の学校基本調査などにおいて高等教育機関に分類されることがある。文部科学大臣の認定する専門家庭を卒業した者には専門士、 高度専門誌の称号が授与される。学校教育法第1条で定められる教育機関とは別に、文部科学省以外の省庁が所管する教育機関として、省庁大学校がある。大学改革支援、学位授与機構が、省庁大学校の課程を大学に相当するものと認めた場合、その課程を卒業、終了すると、同機構より学位が与えられる。 現行の短期大学、高等専門学校、専門学校に加え、さらに目的を職業教育に絞った新たな高等教育機関を設置しようという動きがある。中央教育審議会は2009年6月22日、職業教育に絞った新しい高等教育機関を創設する方針を打ち出した。新しい高等教育機関は、 実験や実習など仕事に直結する授業に重点を置くことが想定し、名称の候補は専門大学、職業大学などが考えられている。2015年の文科省有識者会議においても専門職業大学、専門職大学などの名称で2から4年制の職業大学を新設することが提言された。東京学芸大学教育学部准教授の田中。 高志文は、私立大学、短大数は2017年時点932校、あるが、定員はあれが229校と、約39%にも達する。また今後の本格的な18歳減少前に、学校法人の17%が、経営難に陥っているため、名誉ある撤退を、日本政府が促すべきと指摘している。ありがとうございます。